はいどうも、野良猫の行動を観察し撮影しているおじさんです。今回紹介するのはね、こちらスルーナイト社の TN36UT。 スルーナイトさんからね、夜間の撮影にどうでしょうかということでね、今回提供していただきました。では早速ね、開けていってみます。こんな感じですね。説明書ですね。英文です。商品ですね。これは何かな。実際の中身を開けてみたいと思います。こちら2年間の保証がついてます。それと30日保証。こちらがバッテリーですね。バッテリーは18650、これが4本です。持った感じ、ずっしりと重みがあるというか、こう握りやすいというんですかね。はい、まあ、実際測ってみましょうね。バッテリーなしで 414g。 はい、バッテリー込みで 610g ですね。 500ml のペットボトルより少し重い、感じですかね。このホルスターなんですけど、結構柔らかいですね。柔らかいですけど、こうなんていうんですかね、分厚いのかな。まあ衝撃を吸収してくれるっていうタイプなんでしょうか。こんな感じですね。こちら引っ掛けるとこもついてますね。ベルトなんかに通すのかな。マジックテープです。で、実際に入れてみますと、まあこんな感じですね。お、こうなのかな。こんな感じ。そして止めると。本体なんですけど、とても綺麗ですね。まあ持ってみて、滑らないかな。とても握りやすいです。この風防レンズ、こちらは AR コートされた強化ガラス。こちらの LED ライト、こちらがどうやら新しいのに変わったらしく、XHP70 という種類らしいんですけど、ちょっと専門的なことはわからないんですけども、明るくてあまり熱が持たないそうです。まあ、詳しくは、調べてもらった方がいいと思います。こうですね。こちらがヘッド部分で、こちらが電池ですね。電池を入れる。ここにね、一応ストラップ通す穴がついてますので、ストラップをつけてみました。ここにね、調整するものありまして、手を離しても止まる。何もなければやはり、ちょっと下向きになった時に落としてしまう。なかなか便利です。実際にバッテリー入れてみたいと思います。こちらの通りにね、入れれば、まあ、こんな感じですね。入れてみます。オンの青いランプですね。眩しいですかね。意外とスイッチは軽いですね。2回押すと、ダブルクリックで、こちらのボタンを押す。こう長押しするたんびに、こうモードが変わっていきます。で、メモリー機能がついてますので、例えば、あ、これ
と思いましたら、ここで止めて一旦スイッチを切ります。そしてもう一度つけるとハイモードで出ますね。ローモード、電気をつけましてボタンを長押し、こうですね、順番に変わっていきますんでね、このモード、このモードで使おうと思いますと、これで一旦消せば、もう一回つけるとローモード、結構使いやすいですね。うん、これでだいぶ明るいな。これで消せば次からも同じ光量で出ますんで、うん、使いやすいですね。この部屋が猫専用部屋で、いつも撮影に使ってます。ここを真っ暗にします。はい、このように真っ暗です。一応 LED ライトはあるんですよね。ホームセンターとかに売っている LED ライトなんですけども、まあまあ停電になってもこれぐらいは見えるかな。次、こちらです。これがムーンライトです。足元が見えるぐらいでしょうか。遠くまで届きませんね。ローモードです。ミッドモード、ハイモード、そしてこちらがターボモードとなります。こちらがストロボモード、結構早く点滅しますね。ちょっと目がチカチカするかなって感じですけども、ありふれた三脚です。ライトを取り付けたいんですけど、何かオプションでね、ここ三脚穴アクセサリーがあればいいかな。クリップ式のね、こうクリップをこう押さえて雲台に取り付けるっていう方法もあるんですけども、こういったマジックテープ100円ショップで売ってますので、こちらを利用して取り付けたいと思います。撮影に利用できればなと思っています。こちらがよく私がアウトドアで使うランタンなんですけども、こちらのライトでも同じことができないかなということで、いろいろ商品を見てきました。これは100円ショップで見つけたんですけども、こういうものを利用して一手間かかっちゃうんですけども、かぶせます。ローモードだとちょっと見えづらいかな。ミッドですともう十分ここでね作業できちゃいます。ハイになりますと1メートルぐらい離れたところからでも全然見えますからね。これだけ見えちゃいますんで、なかなかこういう使い方もありかなとは思います。こちらのライト2メートルの防水なのですが、ちょっと2メートルの水槽を用意するのはねちょっと無理なので、こちらで試してみたいと思います。いきます。ちゃんと拭いて、さあ開けたいと思います。ついてるけどここのパッキンで止まってますね。ここのパッキンで止まってます。ヘッド部分にも水は入ってません。もちろん電池の中、水は入ってないですね。はい、衝撃テストも行いたいと思います。ここに投げてみよう。いきます。傷一つついてない。気になる温度なんですけども、こちらが外部センサーになってます。この上の部分が外部センサーの表示となってます。レンズ付近の温度を測っていきたいと思います。ハイモードですね。
ハイモードを20分使いましたけども、その後ターボモードに変えてます。37度、こういったマジックテープが溶けるかどうかも、もし三脚で使う場合は私はこうやって使いますので、今でターボモードにして15分です。もう全体的に暑いですね。もう素手では触れないですね。ほぼ変わらないですね。ターボモードで20分プラス、10分こちら持つ場所ですね、持つ場所の10分。マジックテープはどうでしょうか。見てよかるように全く溶けてないです。軍手しないと持てないですね。バッテリーですね。バッテリーは熱くないんやね、そんなに。あ、こういうものってやっぱりこちらのヘッド部分が熱いんで、バッテリーはそこまで熱くないんですよね。握れるんでね。スルーナイト社の充電器ですと液晶で表示できるみたいなんですね。ただこれは時間はかかります。数十時間かかると思います。では次は外に行きまして、結構もう熱が冷めるのは早いですね。もう手で持てますからね。最初に衝撃のねテストをしときたいと思います。手が滑るかもしれませんので。見ていただいているようにコンクリートです。ガラス面も全然気づいてないですね。さあ周りは気づきますよ。故意にやられますと保証外になりますのでね、皆さんも真似しないようにお願いします。はい、問題ないですね。モードも変換されます。ターボフラッシュ両方ともにね正常に作動します。いきます。あ、もう一回落としてもた。つきます。ターボフラッシュ両方ともつきます。撮影前に行っとこう思ったのは、1時間か2時間ほど撮影して、今は現在ついていてもね、後でどうなるか分かりませんので。はい、今度は夜の埋め立て地ですね。見ての通り真っ暗です。テストを行います。これがターボモードです。ちょっとライトの高さを上げますと、これだけ見えるようになりますね。そしてもう一回ダブルクリックすることによってストロボモードです。こんな感じ。ちょっと目がやっぱりチカチカしますね。ちょうどね今小雨が降ってますので、防水性に対しても保険した通り、安心して使えます。こうやってね自転車で移動することが多いんですけども、ローモード十分ですね。こういった使い方は普段しないんでしょうけどね、自転車には自転車専用のがあるかもしれませんね。こんな感じにつけてるんですけども、これにまあこんな感じでねつけますと明るくね周りを照らしてくれます。さらにハイモード、こちらがハイモードにしてます。こんな感じですね。かなり明るいです。するといいなって思いましたのが、明るすぎるんですよねこれ、ハイモードでやりますと。それでまたモードを変えるのめんどくさいじゃないですか。ムーンモード、これですとこういう風に探せますのでね、便利です。探し終わった後にもう一度つければそのまままたハイモードにつきますから、これは便利ですね。次はねライトを固定するより一緒にね動いてくれるのが一番いいですよね。こういうステイを使って、ほんまはアームなどを利用した方がいいかもしれませんけども、まあ簡単に手に入る材料でね、止めたりするのもいいかもしれません。
はい、皆さんお疲れ様です。ですね、あれから約3時間経ってます。ライトはね、つくことはつくんですけど、もうこう見ていただいた通り、レッドランプがついてます。もうバッテリーがないですね。実際ね、こういう風に傷をつけてしまったんですけども、問題なく使えました。ベルトにね、通してたんですけども、取れなかったですよ。撮影中1回もだいぶ激しい動きしたんですけどね、自転車こいだりしてますけども、撮影中はね、手袋をしてるっていうせいもあるんですけども、熱くなかったです。まあずっとつけとくわけではなかったんですけど、室内で測った通り、あの手で熱くなるっていうのはなかったですね。一時期ちょっとやはりあの缶コーヒーをこう、熱い缶コーヒーを握りしめたぐらいの熱さはやはりありましたけども、気温が今、6度ぐらいですので、ちょっとぬくめの冬の日ですけども、そこまで熱くなかったです。これからはね、大事に、なるべくもうこういった落とさないように大事に使っていこうと思います。皆さんも高価なものですから、大事にね使っていただければと思います。せっかくいただいたんですけども、ごめんなさいね、気づけちゃって。それでもしっかりと最後まで使えました。これは確かに本当に便利でしたよ。こう持っててもね、ちょっと手離した時にね、こう落ちないですのでね、便利でした。それでは皆さん、次回は1ヶ月後使ってみての感想を伝えたいと思います。